まあまあ GTR はね、そんなに台数のあるもんじゃないからあれなんだけど、Z は少なくともコンセプトとしてはアフォーダブルなスポーツカーなので、いや Z はみんなが買えないとダメだから。そうですよ。行き渡らないっていうのはどうかなっていう気がします。で今回もですね、実はまあこちらの地元の日産のディーラーに20周年やりましょうと。というのはね、地元のディーラーのメカニックの子たちが S30Z をフルエスレーションしたわけですよ、はいはい、土曜日の日曜日出て、はいはい、でその子たちから出したいんですけどって話があったんですね、うん、あいいよと、うん、でもどうせやるんなら90周年だからね、サクラから GTR まで並べて、うん、そこに僕たちが作りました、ね、メカとしては車、ね、アナログ十分やれます、皆さんどうぞ日産の車買ってくださいっていう10台並べてやろうよっていう話をしたんですけど、上の方がですね、本社から来た社長さんがですね、無駄なことはするんじゃないと、もうねめげてました。だから日産のその昔のいわゆるなんか活力的なものってみんなそがれちゃったのかなって、ちょっとね残念な気もするんですけどね。それを無駄って思ってしまう時点でなんか自動車のことがあんまりよく分かってないなっていう気がしますね。ですよね、はいはい、で今日産でだって新しい車はほとんど出てこなくて、うん、ね、何が売れてるのか知らないですけど、エクストレイルなのかなんかイーパワーなのか知らないですけどもとかでしょ、うん、で私何しろ最近日産乗ったので一番良かったのは何だって桜ですよね。はい、もう桜、はい、桜いいですよ、桜いい、もうこれは今度はもう普通車やめて軽でもいいわって、うん、周りちょっとお母ちゃんと乗って歩くには、うん、だからそういう時代まで来てるのに、さくらのいわゆる1グレード2グレードアップバージョンみたいなやつ作れば売れると思うんですけど、うん、それも全く出てこないんですよね、うん、新しい車出てこない、うん、そこへ行くとやっぱりまあホンダも大した新しいもんじゃないけど、マツダはやっぱり大したもんですよね。いや、やってますね。ね、ただ正直言って私 CX50 も買いましたけど、 CX5 かあれを17万キロ乗りましたけど、もう悪いけどあの顔ちょっと飽きた。大口笑いのあれはちょっと飽きた。ちょっとずつかまた変わってくるんじゃないですか。変わってくるんですかね。はい、まあ、今なんか新しいねコンセプトの SUV のがちょっと北京とかでも出されてましたから、出てくるんじゃないですかね。あれはでもちょっと、でもあれをまた変えるのにはさぞかし大きな決断がいると思うんですけど、一気に売れなくなって、まあ、いきなりガラッとは変えられないと思うんですけど、やっぱりちょっとあの和紙っぽい顔は続くんでしょう、うん、出てくるですね。はい、はい、そしてですね、最後にですね、うん、まあ今後なんかこんな車が出てきますけどこれは注目ですよみたいな車ありますか。石川さん的にこれはなんかひょっとしたら買いたいなみたいな車あります？ひょっとしたら買いたいな、出てきたら、ね、マツダのそれこそあの新しいスポーツカーね、RX9 じゃなくて、あれ本当にロータリー積んでるんですか？だから違うんですよ。あの形ね、僕あんまりオリジナリティも感じへんし、感じない、うん、なんか昔のフェラーリ真似してるみたいな感じ。まあ60年代のピニンファリーナとかね、あったような形なので、まあ、それはあまり僕も評価はしていないんですけど、でもあの美しい車をね出そうという姿勢があると思うんですよ、うん、そうそう、あれはもう本当になんですか、そのトライアルしたという感じですよね。そうなんです。だからあれを実現できるそのソリューションを持ってるわけだから、マツダはね、あるんで、ああいうものを出してくれたら、あれがもしね生産者やったらものすごい評価したと思うんですけど、コンセプトカーなんで、コンセプトやったらもっとコンセプト旋回っていうね、その昔でも最近コンセプトカー出さないメーカー多い中で、いやいや多いですよ、多いですよね。それも含めて、あの方向性で、あのデザインじゃなくても僕はいいと思うんですけども、もっとマツダらしいものを出せばいいと思うんだけど、スポーツカーが出てくると面白いなと思いつつ、でもそれをやった時のマツダはまた経営が大変なのかな、またあのなんか銀行からなんかいっぱい人が来ちゃってるみたいな。今はね円安でいいですけど、円安でいいですよね。だから確かにそうなんですよね。だからなんかああいう小さめのスポーツカーが、まあ、トヨタとかも
これから出すんですかね。出すとか言われてますよね。そういうのにはちょっと期待したいな。なんだかんだ言うとやっぱりね、スポーツカーって効くんですよ。車好き作りに。ですよね。ああ、効くんですよ。まあそういう中ではちょっと、まあホンダは寂しいですね。寂しいですね。寂しいですね。ホンダは、もう僕あんな不思議な会社ないと思ってて、要するに NBOX、めちゃくちゃいいんですよ。いいですよ、ね。車として。うん、いやもう、なんやらアコードやシビックよりも全然いいんですよ。なんでそれができへんのっていう。なんか違うところで作ってるのみたいな。私もあの上のフリードを乗ってるんですけど、はい、とってもいいです。サイズもいい。どこ見ても本当に問題ない。でも、まあだから売れてますけどね。売れてますけど、値段がトヨタより50万高いっていうのも、あの辺も問題ですね。はい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 。ね、経営でも、でもやっぱりちょっと高いんですけど、そこはまあ許容できる範囲やからね。経営高いですよね、うん。明らかに高い。高い。ただまあ、リセールも高いんで、で、あれだけ人気になっても、明確に車がいいっていうのが分かってくると、まあそれは支持される。まあ、このとこダイハツもあんな、まあね、適質もあったりなんかして、うん、まあだいぶプラスになりましたよね。なりましたね。はい。ますますじゃあちょっと今年も車は面白いでしょうかね。いや、面白いと思いますよ。で、まあ輸入車は輸入車で、ね、ヨーロッパのブランドは。ですよね。構成を、まあ、彼らもすごい悩んでいるんで。でもヨーロッパの車ってもうミッション車、まあ日本もそうですけど、はい、ミッション車すごい、まあ、彼らはあれは、まあ、あのフリーセレクションみたいなのがあるから、うん、なんとも、でも日本に入ってくる車はほとんど MT なくなりましたね。はい、ないですね。ないです、はい。もう全くないです。だから、今だからもうマニュアルの自然吸気の車とかってすげえ値段上がってますよ。あ、そうなんですか。どんどん。ほー。もう出てこない。出てこないですよ。二度と出てこない。みんなも持ってますよね。はい。はい。うん、はい。というわけでですね、今日はですね、はい、自動車ライターの西川淳さんにインタビューさせていただきました。大変楽しい話でした。はい、どうぞ気をつけてヨーロッパに行ってください。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。